レレトロハートミュージックのどうせやってみよう。はい、2017年3月号は始まりました。ウクレレとレトロをこよなく愛するレレトロハートミュージック、ウクレレ担当のヒデピンです。ボーカルのピノノワールです。よろしくお願いします。はい、はい、ということで、はい、3月号早くも今年も第一四半期がね、本当すごいですね、はい、訪れてますけれどもね。はい、はい、まあ、今年はビートルズ、はい、日本の名曲、そしてハワイアンのこのね3つのジャンルからお送りしていくというね流れで言っておりますけれども、はい、早速先月のビートルズ、1970年、はい、Let It Be のアルバムから、はい、The Long and Winding Road というね、Long and Winding Road、はい、ポールの嘆きの1曲でございますよ。ポールですか。はい、もう今年もどんどんポールビーキで突き進んでいきたいと思います。ということで続いて日本の名曲、はい、日本の名曲、はい、これはなんと、はい、レトロ初複数の方からですね、はい、リクエストいただきました、はい、日本の名曲1992年にリリースをされました、はい、中島みゆきさんの糸というね、はい、名曲です ね、これは本当日本でもたくさんの方がもうカバーされていて、はい、あのミスチルの桜井さんとかですね、うん、まあ、バンクバンドとしてのカバー、ね、はい、してたり、あとエグザイルの淳さんとかですね、はい、あとはあの中島美嘉さんという女性の方、こちらの方などがね、あとなんかあの演歌の、うん、あ、クリス・ハートさん、はいはい、いろんな方、本当にたくさんの方が、はい、カバーされてます、はい、そういうことで続きましては、はい、ハワイアンです。ハワイアン、はい、ハワイアンはですね、ラブリーフラハーンズという曲をお届けします。はい、この曲はですね、1940年に、アレックス・アンダーソンさん、あの12月号でメレカリキマカをお届けしましたけども、うんうん、あの曲を書いた方と同じ方が書いた曲ですね。で、彼の代表作でもある曲です。これはなんかどっかのパーティーでフラーの踊りを見て、こう着てた誰かがあのフラーの手かわいいねみたいなのを聞いて、それにヒントを得て作った曲と。で、最初はですね、ハリー・オーエンスさんがね、なんかラジオで歌ったらしいです。ハリー・オーエンスさんはあれです、 To You Sweet Heart Aloha を作った人で、ロイヤル・ハワイアン・ホテルの指揮者の方ですよね。バンド弾いて、うんうんうん、あの人が最初演奏したのがパッとこう売れて、ビング・クロスビーだとか、うんうん、いろんな人が歌って大ヒットになったという、そういう曲でございますね。はい、はい、というわけで、はい、ビートルズからは The Long and Winding Road、はい、日本の名曲はリクエストから、中島みゆきさんの糸、はい、そしてハワイアンはラブリーフラハーンズの3曲で続けて、はい、お聴きください、はい。
あるのかを私たちはいつも知らない。どこにいたの、生きてきたの、遠い空の下、
3曲続けてお聴きいただきました。ありがとうございました。はい、あっという間ですね、3月もね。そうですね、はい、もう本当梅も咲き、ね、うん、次は桜の出番が、もうすぐね、やってきます、はい、そしてね、はい、皆さんは卒業のシーズンを迎える方もいらっしゃると思います、はい、いろいろね、不安と希望が入り乱れた季節ではありますけれども、ね、世の中楽しいことのために私たちは生きてますからね。うまいことばっかりなんですよ。なんでそのでも幸せになるために、はい、ね、まあ、突き進んでますからね、はい、まあ、皆さんにとって素敵な3月になりますように、はい、はい、レレトロハートミュージックのどうやってみよう。また来月お会いしましょう。はい、さよなら。